おはようございます、今日は老子小学校に、来てます、僕の大ファンだという先生がいるので、その人にもドッキリを兼ねて、あとはもう子供たちと一緒に楽しみたいなと思います、それでは行ってみます。私はね、好きですね、はい、アビスパを応援してます。はい、アビスパ大好きです。誰が好きなんですか？北斗が好きですね。北斗大好きです。応援してます。引退しましたけど、はい、寂しいですね。そんなに好きなんですか？好きですね。一番なんか戦ってる感じが好きでしたね。プレー的に、はい、めちゃめちゃ好きですね、はい、男として好きですね、はい、ラブですね、はい。野球といえば、福岡ソフトバンクホークスが優勝しましたね。今、アビスパ福岡というサッカーチームは J2 リーグから、今日はなんと特別に Zoom でつながることができそうなんですけど、大丈夫ですか？準備しましたよ、先生。よっしゃー、よっしゃー。さあ、中島先生、その選手の名前は誰だと思います？中村北斗選手です。お、中島先生が実は一番大好きな中村北斗選手とズームでつながります。めっちゃ近いんやけど。お願いします。じゃあ先生、はい、いいですか？これマスク取っていいですか？先生準備はいいですか？ちょっと待ってください。めっちゃ緊張してんねん。めっちゃ緊張してんねん。めっちゃ緊張してんねん。はい、めっちゃ緊張してんねん。めっちゃ緊張してんねん。はいはい。うわー、うわー。さあ皆さん見てください、登場しました。登場しました。登場しました。イエーイ。では先生、はい、どうぞ。あ、すいません。初めまして。初めまして。すいません、老子小学校で4年3組を担任してます中島と言います。中村北斗です。よろしくお願いします。ずっとアビスパ福岡のファンで、北斗さんも大学、はい、2年ぐらいからずっとレベッサで見させていただきました。ありがとうございます。先日の引退セレモニーは残念ながらちょっとベーススターには行けなかったんですけど、ダゾンで見させていただきました。あ、本当ですか？ありがとうございます。はい、ちょっと何を話していいかちょっと迷ってるんですけど、北斗さんが、福岡に戻ってきて、アンダー世代の今コーチをしてると思うんですけど、こうなんか今それで意識してることとか、なんか聞かせてもらえたらなと思って。そうですね、学校の指導者と一緒だと思うので、もう本当に教えることは難しいなと常に実感しています。それでも自分の感覚だったりそういうところは教えたいなと思って日々やってます。本当応援してますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こんな幸せな時間を、ありがとうございました。また応援します。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。とりあえず今ズームで話しました。学校に来てないというふうな形に今なってる。おそらく今話した感じはね、気づいてないんで、今ちょっと学校の声が入ってちょっとびっくりしたけど、ちょっと今から動かしに行ってきます。じゃあそれではね、今日実はフィナルテストが同様してくれるフィナルテストだと、今のこれ次第でこのフィナルテストが出てきます。
お前誰だと思った誰だと思ったでかい誰かコーチかなと思ったんですけど。それでは行ってまいります。誰かコーチかなと思ったんですけど。コーチかな、はい、全然同学年です。同学年ですね。同学年ですね。いや何やってんすか。マジっすか。やべえ。またもう本当すぐ嘘つくもん。マジっすか。うわマジ。どうですか。どうですか。いや生北斗さんはどうですか。いやもういあの子たちは言うので嘘だと二人で言おうかなと思った。すみませんなんか感想ですか。いやもうびっくりしました今。嬉しいですめっちゃ。よかったです成功しました。いやあれはちょっとそういうの良くないよ。どうですか。いやどうでした。いやねえ、いや嬉しいですね。もうさらにまた応援しようと思いました。本当素晴らしく一番嬉しい日になりそうです。